不妊治療で脱税中国人氏らを刑事告発。本日までに東京国税局が保険の効かない不妊治療などで得た所得を隠し、所得税1億2000万円を脱税したとして、秋葉原アートクリニックの中国人氏と梁樹容疑者とその夫の劉露伴容疑者を東京地検に刑事告発していたことが明らかになりました。 この二人の容疑者は2億6千万円の所得を売上から除外したり架空の広告費を支払ったように見せかけて脱税したとされております。こういった医師による犯罪は医師免許を取り消す必要がございますので厚生労働省にはこの容疑者の有罪判決が 確定した時点で速やかに医師免許を取り消していただくように。お願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。